ボートレース大村はこれですか？あ、行かれますか？はい。あまだちょっと早かったです。
きさん。さあ、インコースには1号艇の城滝和則です。 SGV4 のベテラン統治での実績も今節ずば抜けているんですが、さあどんな戦いになるかというところで、初日1回乗りのここ1号艇陰線です。角から起こしては4号艇の大和真嗣、アウト5コース5号艇の菅井弘明、3対3でスタートしてきました。これは早いスタートが見られます。ただいまスタート判定中です。ただいまスタートは判定中です。どうぞ投票券大切にお持ちください。運んだ懐2番の松井が指して先行です。なおお知らせいたします。1号艇の城滝フライング返還欠場、1番に関する投票権はすべて払い戻しとなりますので、どうぞ大切にお持ちください。5艇構想のトップに、Thank you.
新入幕成3対3の台形です。スタートしていきました。それほどスタートタイミング差なく1周目第1段マークに向かって、今もほぼ横一線、1号艇先行体制の池田、3号艇外を握りました懐に2号艇の高田が向き差し抜けていく。2番の高田です。先行2号艇高田明、追走は4番と3番と1番3艇が横一線、その後で6号艇5号艇の順です。スタートは前艇正常です。早くも2号艇の高田、大きく先行体制の独走で2マークを返しました。暫定接戦して2番高田ゴール、2着3番松井、3着は4番鍵。そして5号艇の先宇治、初日は角まくりとインディが見事2戦連勝でした。ここは最アウト6コースからのお越しになってきました。6レース内から1番2番3番6番アウトは4番5番の並びでスタートしていきました。少し2、3コースがへこんだ格好で1周目第1段マークです。インコースから1号艇の丹下先手、そして6号艇まくり差しの外に4号艇来ました。最内を5号艇差しているのは尾崎ですが、逃げ切りトップに1号艇丹下保つ、そして2番プラス内側から5号艇の尾崎がわずかに覗いて外を2番6番4番追いかけます。最後方にいた3号艇の東もインコース最内に上がってきました。スタートは前艇正常です。大混戦2番手は5号艇の尾崎先行でホームスレッジ、1番丹下ゴールイン、2着5番尾崎、3着6番三島、その後2番と3番接戦のゴールでラスト4番がゴールイン。ハンサムみたいな、ベルを扱ってるバーは4号艇の西村角、5コース5号艇岩井茂、そして予選道中で2勝の2着1本連帯は6号艇大崎が再アウトです。スタートしていきました。1コース1号艇の太郎スタート先行です。あとは2番と4番スリータート少し覗いていきました。攻めの動きは3番5番といきますが、逃げて逃走は1号艇の太郎達之、その後で3号艇岡谷と2号艇の池田が接戦となっている2番手です。やや定間が空いて後ろ6番5番4番の順、スタートは前提正常です。先頭は1号艇の太郎が2マークの旋回、3番2番セル内まで6番が向きましたが、接戦は3号艇の岡谷が先行、3番手は今6号艇の尾崎優勢に、外は2号艇の池田との競り合いです。後方は4号艇の西村、5号艇の岩井が並んで続いて2周目第1ターンマーク、先頭1号艇の太郎が旋回、続くは3号艇の岡谷が5艇身遅れて向こう正面です。1マークも連れていきましたが、3番手また6号艇の尾崎先行となっています。
上位は1番3番6番の先頭1番タラオ降臨、2着3番オカタリ、3着6番大崎。1位突破となっています。そして昨日は1着2着連帯6号艇西丸雄太郎サイアウトです。スタートしてきました。踏み込んでいる6番です。あるいは1号艇3号艇も好タイミングでした。1周の1番区先行は1号艇長野が取って、3号艇吉永外を運びました。2番5番少し外を膨らんだ格好ですが、4号艇6号艇刺したところは後方で、先頭1番の長野がトップ、追走は3番の吉永博則、3着争いに4番2番2艇並んで、あとに5号艇6号艇です。スタートは前艇正常です。先頭で1号艇旋回、そして2番手の方は少しもつれてきましたが、外の方から2号艇の東が覗く、それをインコースで3号艇吉永追いかける、さらに最内に5号艇の村岡が上がってくるという3艇の接戦になっています。3番と2番と5番もつれ合っている。2周1マーク終えて3号艇の吉永わずかに前です。 18.2 倍を示しています。先頭1番長野ゴールイン、2着5番村岡、3着3番吉永、そして2番ゴールイン、その後4番6番がゴールイン。ありがとうございます。兄貴がこだわるもんやけん、準優勝戦は陰線3着というレースになりました。尾崎裕二6号艇6コースの枠なり3対3でスタートしていきました。内の3艇少し覗いていました。1コース1号艇三島が出ていき1マークの先手、対しては3号艇の大和が外行き、2号艇吉永が差しに向けましたが、早々と1号艇の三島がトップ大きく先行となってきました。
3号艇2号艇がその後で並んでいます。2番テラスイは2号艇吉永と外は3号艇の大和、続いて4番5番6番の順です。スタートは前提正常です。先頭1号艇の三島が運んで、もつれた2番手の方ですが、3号艇4号艇2号艇3艇の接戦になってきました。間を割って4号艇の鍵カオルがわずかに前を取っていきます。追いかける3番大和、2番の吉永、そして内からさらに5番の東迫ってくる。2周目1マーク終えて2番手は4号艇鍵大きくリード。3着争いはまだ3号艇大和と2号艇の吉永のしています。先頭1番三島ゴールイン、2着4番鍵、3着3番大和、続いて2番5番6番ゴールイン。